戦場は1949年のアメリカ合衆国の戦争映画。監督はウィリアム・エイ・ウェルマン。出演はバン・ジョンソンとジョン・ホディ役など。元、RKO のドア・シャリーが MGM に移って初めて制作した作品である。第二次大戦末期の1944年12月。ドイツ軍はベルギーでバルジの戦いと呼ばれる反転攻勢を開始。 キニーが率いる部隊にも、ベルギーへの移動命令が出る。ホリーラ帰国を心待ちにしていた兵士たちは、当惑しながらも、戦地へ向かう。部隊は、幼少の地、バストーニュに到着。霧が包む森に布陣するが、ドイツ軍に情報が漏れており、偵察に出たロドリゲスが戦死。砲撃が続き、警部装の兵士たちは、苦戦を強いられる。ウォルウィッツ軍曹も負傷。 病気のスタンディファードと共に戦線を離脱。軍曹の役目はホリーが引き継ぐ。鉄道をめぐって戦闘となり、ドイツ軍を撃退するが、アブナーが戦死、ハンセンも負傷して、野戦病院へ送られる。ドイツ軍の将校に降伏を進められるが拒否。しかし悪天候のため補給が間に合わず、戦闘不能のところまで追い込まれる。やがて天候が好転。 空輸による補給が再開し、大量の武器を手にしたアメリカ軍は大攻勢に出る。キニーの部隊も連戦連勝を続けるが、軍の首脳は重武装の気候部隊の投入を始めており、彼らは伝説の部隊に過ぎなくなっていた。ありがとうございます。